皆さんこんにちは、フィタネスネットのヒロです。今回もご視聴そしてご筋トレありがとうございます。今回はお尻をバチバチに鍛えるトレーニングご用意いたしました。サーキットトレーニングとなってますので、4種目連続で、そして30秒休憩、これを3ラウンド3セット回していきたいと思います。そしてトレーニングで大切なことは、お尻の筋肉を意識すること。お尻お尻お尻と常に塗ってください。そしてお尻の筋肉を意識するコツは、お尻をキュッと締めるような感覚なので、お尻をキュッと締めると体が持ち上がるというのを常に作っていきましょう。そしてバックランジは大きく後ろに踏み出して、かかとで蹴り上げていきます。そしてかかとで蹴り上げて、お尻をギューッと締めていきましょう。そしたら骨盤が自然と立ってくるので、その状態になると上体が持ち上がっていると状態です。なので足を後ろに大きく下げて、まずはお尻で支える。そしてお尻を締めて体を持ち上げる。常にお尻お尻お尻、マインドマッスルコネクション鍛えてください。筋肉を意識すればするほど筋トレの効果爆上げしてくれますので、ぜひお尻の筋肉を常に意識していきましょう。お尻を後ろに突き出すようにして、膝つま先同じ向き、上半身しっかりと固定したまま、そして体を持ち上げるときにお尻をギューッと締めてください。お尻をキューッと締めると体が持ち上がる。常にお尻を締めて、お尻で持ち上げる、お尻で支えて、お尻で持ち上げる、お尻で支えて、お尻で持ち上げる。常にお尻の筋肉意識していきましょう。ナイス。 OK、 じゃあ次はキックバックやっていきたいと思います。これ大切なことは、骨盤をまず動かさないことなので、お尻で足をグーッと上げていく感じですね。足をピンと伸ばした状態で、かかとをグーッと後ろに蹴っていくんですが、上半身とか骨盤が左右に揺れちゃうので、できるだけ骨盤左右に揺れないようにバチッと止めて、そして足を上げていきましょう。そしたらめちゃめちゃ窮屈で足が上がりにくいと思いますが、その状態はお尻の筋肉が収縮しているので、その時にお尻をギュッと締めてる感覚を作っていきましょうね。お尻で持ち上げる、お尻をギュッと締める、お尻をギュッと締めていくと足が上がるような感覚です。骨盤固定したまま上がるだけでいいので、高く高く上げようとしなくても OK です。骨盤固定したまま足を後ろに上げていきましょう。お尻の筋肉を縦に収縮、ギューッと縮込めるようなイメージです。残り6秒間追い込んでいきましょう。お尻お尻、マインドマッスルコネクションですよ。常にお尻意識してくださいね。 OK、 ナイス。30秒間休憩していきます。体作りにおいて食事管理はめちゃめちゃ大切になってきます。ホルモンバランスを整えたり、腸内環境を整えたり、アンチエイジング効果であるとか、お肌美白効果とかもめちゃめちゃいいこと尽くしなんですよ。で、女性の方は特にもうホルモンバランスはめっちゃ大切なので、それは食事管理で結構できちゃいます。そのやり方すべて概要欄にまとめてますので、よかったらちょっとでもいいので取り入れてみてください。ついでにめちゃめちゃ美しい体作れますから、ナイス。じゃあ行きましょう。バックランジです。これも大きく後ろに踏み出して、膝ではなくかかとで蹴り上げていきましょうね。そして体を下げた時にお尻で支えて、お尻で持ち上げる。そしてお尻で体を持ち上げる時の感覚は、お尻をキューッと締めた時に似てます。なのでその感じですね。お尻を締めるような感覚で体を持ち上げるようにしていきましょう。常にお尻お尻。疲れてくるとここの意識めちゃめちゃ遠くなってきて、とりあえず動作だけ真似してしまいそうになるので、できればお尻でお尻で持ち上げていきましょうか。じゃあそのままスクワットいきます。かかとつま、ごめんなさい、膝とつま先が同じ向きですね。お尻を後ろに突き出すようにして、上半身しっかりと固定しながら、上体を下げた時にお尻で支える。お尻で支えて、お尻を締めて持ち上げる。常にお尻でこの動作をしてください。この動作を真似るというのは、お尻で支えて、お尻で持ち上げるとこの動作になってる感覚ですね。なのでお尻お尻お尻、常にお尻で持ち上げていきましょう。ヒップアップ、ナイス。じゃあ次はキックバックやっていきたいと思います。これほんまに体がだんだん足が上がらなくなってくると思うんですよ。その時に骨盤がめちゃめちゃ左右に揺れちゃうんで、できれば動かさない。そして腰もできるだけ反らないように、もういけるところまででいいので、足を後ろに上げていきましょう。そしたらお尻がギューッと、結局はお尻の筋肉を収縮させることが大切なので、なのでお尻がギューッと硬くなってたら、もう効果抜群にありますから、ヒップアップしまくりますから、上げていきましょうよ。お尻上げていきましょうよ。まん丸で綺麗なお尻作っていきましょう。じゃあしっかりと骨盤固定して、腰も反らないようにして、上がるところまででいいので、ぐーっと根元から太ももの根元を持ち上げるイメージですね。後ろに根元を持ち上げる。そしたらお尻をギュッと収縮する。お尻をキュッと締めた時の感覚に近いです。お尻を縦に縮める縮める縮める。常にお尻の筋肉でこのトレーニングをしてください。ヒップアップヒップアップ、いい感じ、ナイス。30秒間休憩していきます。次でラスト1セット、1ラ
ラウンドですね、1ラウンド4種目連続して終わりにしたいと思います。さあラストの種目、ラストのセットもお尻の筋肉を使っていきましょうね。最高に美しいお尻を作るために最高に追い込んでいきましょうよ。頑張るか頑張りまくるかによってお尻が上がるか上がりまくるか変わってきます。お好きな方お選びください。さあヒップアップヒップアップ、すでにもうヒップアップ効果抜群なんですけど、あともう1ラウンド頑張っていきましょうね。しっかりと大きく足を後ろに踏み出して、意識は常にかかとでやっていきましょうね。そしてお尻で支えて、お尻で持ち上げる、常にお尻を意識してくださいね。大きく後ろに踏み出して体を下げた時にお尻で体を支える、そしてお尻で体を持ち上げる、ギューッとお尻を締める感覚、お尻きつくなってきた時ほど意識していきましょう。意識がどんどん遠くなっちゃいます。さあ行きましょうか、スクワット、お尻スクワットいきましょう。お尻でスクワット、ナイス、行きましょう。かかと重心、お尻を後ろに突き出すようにしていて、膝つま先同じ向き、上半身固定したままお尻で支えて、お尻を締めて持ち上げる、お尻、わかりますよ、マジでもうバチバチにお尻切って、お尻への意識もうなんか抜きたくなるじゃないですか。あえて抜かずにいきましょう。あえてお尻の意識高めながら、あえて追い込んでいきましょうか。そしたらお尻めっちゃ上がりますから、いきましょう。ヒップアップヒップアップ、理想の体を作るために頑張っていきましょうね。理想の体は1日にしてならず、継続は力なりなんですよ。毎日こうやってトレーニングの積み重ねで1ヶ月後2ヶ月後にめちゃめちゃ効果として現れてきてくれます。その時に気づくんですよ、やっててよかったなって。なのでそう思うためにも今筋トレ頑張りましょうね。お尻でやっていきましょう。常にお尻集中してください。あと先考えずに、今は常にお尻の筋肉を使って足を上げていくことだけを、この行動だけを意識してください。お尻の筋肉になっちゃってください。あなたは今左お尻の筋肉大臀筋なんです。ナイス。さあそのまま行きましょう。お尻になっちゃってください。お尻、常にお尻の筋肉で足を上げる、足が上がるですね。お尻の筋肉を収縮させると足が上がる、お尻追い込んでいきましょう。残り3秒間、そのままいい感じ、ナイス、お疲れ様でした。くー、めちゃめちゃいいトレーニングができたんじゃないでしょうか。自分自身に大きな拍手、そしてナイスと褒めまくっちゃってください。フィットネスメイトルはこの中でトレンド動画実況付けて投稿してますので、もしチャンネル登録がまだの方はよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。よかったら高評価もお願いいたします。めっちゃいいトレーニングさ追い込めましたという方は、よかったら感想をコメントで聞かせてください。お話チャンネル、ゲーム実況、そしてツイッター、インスタグラムのアカウント、すべて概要欄まとめてますので、よかったらそちらもチェックしてみてください。